この台本、まあ、スクリプトを読ませていただいて、本当にあのアメリカ人が書かれた本なのに、あの非常にこう日本人のメンタリティをよく理解されてるし、本当にそういった意味ではこうなんか日本人が書いたんじゃないかと思うぐらい日本人のことはよく分かってくださってる方の本になってますので、とってもこうなんか日本人としては本当にあの嬉しく思って参加させていただきました。我々はやっぱりどうしてもこう世界から戦争がなくなってくれればなという思いと、あのどの時代もあの時代を選べないあの人たちがいるわけですから、その若い男女がその、あの国境を問わずあの自由にちゃんと声ができるような環境ができたらいいなと思うし、あのやっぱり多くのロミオとジュリエットを作らない方がいいと思いますね。